鎌田聡さと田かまは、日本のルポライター。修羅大学アドバイザー。青森県弘前市出身。青森県立弘前高等学校卒業後に、上京し、零細工場で働く。カメラ工場の見習い校、筆工者養成学校の印刷校などを経て、早稲田大学第一文学部老文科に入学。大学卒業後、業界紙記者、月刊誌、新表編集部を経て、 フリーのルポライターとなる。トヨタ自動車の機関工の経験をもとに、自動車絶望工場を発表した。1990年、半骨、鈴木東民の生涯で、日田次郎文学賞受賞。翌年、六ヶ所村の記録で、毎日出版文化賞受賞。1994年に発表した、河西全蔵の評伝。C の赤羽に光や霊をはじめ、大杉久し、太宰治む。 鈴木島民、坂本清芝などを題材に、電気も多数執筆している。神奈川県警察特別機動隊が、建設反対のゲリラ集団による襲撃を受けて、警察官3名が殉職した1971年の、東方十字路事件を契機に三里塚闘争に関与し、空港建設反対運動に参加。成田空港反対派として、 ハイミナと要求宣言の会の事務局長となっていた。1978年の成田空港、関西党選挙事件では、デモ隊に加わっている。1990年には、辻本清美、中山千夏と共に三立化、芝山連合空港反対同盟青年行動隊による、三立河区はクツアーの発起人となっている。2017年現在も三立化。 柴山連合空港反対同盟の活動に参加している。1995年には、中曽根内閣が狙った国鉄の分割民営化には、井上久志、赤川次郎、佐々千子、長畑美智子、佐野陽、竹谷光夫、久野治、畜子哲也などの呼びかけ人と JR に人権をの運動を始める。演在の佐山事件では、百九十九年に、 や山事件の再審を求める市民の会を、結成、事務局長。国語学者の王の進むの協力を得て、日本語の練習問題ですの全面広告を、朝日新聞に出す。2011年3月の福島原発事故の後、脱原発をめぐって、2011年6月、大江健三郎、坂本隆一、内橋勝人、沢地久江、瀬戸内寂聴。 鶴見俊介、落合慶子、辻井隆などと、さようなら原発運動を呼びかけ、東京の明治公園、代々木公園、日比谷野外音楽堂などでの大集会とパレードを実施、各地域の集会に参加している。九条の会参加のマスコミ九条の会呼びかけ人を務めている。安保関連法案に反対する2015年8月30日の国会前デモでは、 戦争をさせない1 0 0人委員会の呼びかけ人の一人として壇上に立ちスピーチした。2018年には沖縄県辺ノコの米軍基地建設反対運動に参加している。2019年関西生コンを支援する会の共同代表に就任した。日本による対韓輸出優遇撤廃に反対する声明、韓国は敵なのか呼びかけ人の一人。 2006年4月から東京新聞に本音のコラムを週1回連載中。声なき人々の戦後史上下、藤原書店2017、言論のつぶて不屈のコラム同時代者2018、反逆老人は死なず、岩波書店2019、三立家東方十字路権力の闇と55人の無罪第三所管1985、言いがかり原発、 吉田長所記事取り消し事件と、朝日新聞の迷走7つ、森書館2015、お軟骨的抵抗者演歌のそえだ汗み見棒を語る、土取俊行金曜日2017発と AB、字の回廊鎌田里氏、自動車絶望工場夢も希望も奪い去る労働から、朝日新聞デジタル2012年4月13日、AB、ニーメラーの警告を無視してはいけない。 関西生コンを支援する会結成される。ラボーネットジャパン。2019年4月16日。閲覧。鎌田聡志。一路棒の石。輝きと怖さを書く。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2019年4月16日。閲覧。字の回廊鎌田聡志。自動車絶望工場。夢も希望も奪い去る。 労働ド朝日新聞2012年4月13日、成田空港、開港30周年、私は思う、にかまたさとしさん、千葉毎日新聞2008年5月5日、伊藤敦史編、三里塚もゆ、北総大地の農民魂平原社、2017年、129ページ、かまた、経営。各て完政党は選挙された。機関労働運動17。 17から26、クワオリ一、ノーサイド、成田闘争論処房、2013年12月20日、110ページ。反対同盟は、北原派、旧厚田派、小川派などに分裂している、三里塚闘争50年の、津戸井奈良県17東京集会報告集が、発刊されました。2017年10月14日閲覧、マスコミ球場の会勧告は、 敵なのか呼びかけ人、ありがとうございます。